今現在、世界で最強と言われている戦闘機は何か知ってるかい？世界最強って言われても、世界で見ればたくさんの戦闘機がありすぎてわかんないや。確か第5世代と言われているアメリカの戦闘機じゃなかったか？そうそう、第5世代と言われているアメリカの F-35 ライトニング2が現在運用されている戦闘機の中では、最強だと言われているんだ。F-35 ライトニング2なら、今までも何度か耳にしたことがあるよ。そうだね。戦闘機を語る上では F-35 ライトニングの話は外せないからね。F-35 ライトニング戦闘機は、アメリカだけじゃなく全世界で注目されている戦闘機なんだよ。でも、今になってこの第5世代の最新鋭戦闘機を運用するにあったて、いろいろな問題が出てきたんだ。なんだよ、世界最強の性能を持ってても運用に問題があるんじゃ話にならねえじゃねえか。戦闘機は安定的に運用できてなんぼだよ。いくら性能が良くても、訓練ができない。任務で使えないじゃ宝の持ち腐れだぜ。運用に問題があるってどういうこと？やはり、最強の称号を維持し続けることは大変なんだよ。F-35 ライトニング2を導入している日本にも影響が出てくるかもしれないね。この戦闘機を運用するにあたって、どういう問題が発生しているのか、見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。日本の航空自衛隊で半世紀近く運用されてきた F-4 ファントム戦闘機の代替機として、アメリカのロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング2戦闘機の調達を日本の航空自衛隊が進めているんだ。今まで長い間日本の空を守ってきた F-4 ファントムも老朽化の波には勝てなかった。本当にご苦労様でした。現在の予定では、空軍向けの通常滑走路仕様の A 型が102機、短距離離陸、垂直着陸が可能で航空母艦化される護衛艦出雲加賀向けの B 型が42機が導入される予定なんだ。この B 型は2021年に極東に派遣されてくるイギリス海軍の航空母艦、クイーンエリザベスの艦載機としても有名だよね。アメリカの海軍では、強襲揚陸艦用に配備されているんだ。滑走路を必要としない B 型は艦艇への搭載が可能だから、他の国ではイタリアも B 型の調達も進めているんだ。お隣の韓国も軽空母取得に向けて、20機を調達する計画で進めているようなんだ。アメリカ、日本だけでなく他国もこれだけ導入を進めているってことは、やはり性能の高さは折り紙付きなんだな。ロッキード・マーティン社は大儲けじゃないか。F-35 ライトニング2は製造を担当するロッキード・マーティン社が、この機体は今までの戦闘機の常識を覆す、F-35 ライトニングの登場で新しい戦闘のあり方が実現されると、宣伝しまくっているからね。実際に、従来の戦闘機とは比べ物にならないような進化を遂げているから、どこの国も欲しがるよね。F-35 ライトニングはそんなにすごい戦闘機なんだね。今までたくさんの戦闘機を製造してきたロッキード・マーティン社が自らそこまで言ってるんだもんね。そうだね。具体的に今までの戦闘機より何が優れているかというと、ステルス性能なんだよね。ステルス性能とは簡単に言えば敵に見つかりにくいということだから、敵のレーダーに捕捉されることなく敵陣深くまで潜入し、一方的に攻撃できたり、調査したりすることができる。そうとなればどの国も我先にと調達したいと思うよね。第5世代と言われる戦闘機は、他にもロッキード・マーティン社製の F-22 ラプターや、ロシアのスホイ57、中国の J-20 等が存在してるんだけど、アメリカよりの国が導入可能なのは F-35 ライトニング2だけなんだ。これは、F-22 ラプターがすでに生産終了しているし、圧倒的に高い制空能力ゆえにアメリカが自国のみでしか運用することを許さなかったので、日本やオーストラリアも導入を熱望したんだけど、やはりアメリカが許さなかったんだよね。そうなんだね。もっと以前から第5世代と呼ばれる戦闘機は存在してたってことだね。でもアメリカが売ってくれなかったということだね。F-35 ライトニングは売ってくれるのかな？それは大丈夫だよ。それも F-35 ライトニング2は F-22 ラプターより後に登場しただけあって、レーダーやセンサーなどの電子機器類の性能は飛躍的に向上しているんだ。西側諸国ではこの F-35 ライトニング戦闘機だけが唯一入手可能な第5世代戦闘機と言えるんだ。よかったじゃないか。さらに性能が上がった第5世代戦闘機を購入できるならな。結果オーライだぜ。それにしても F-22 ラプターをアメリカが日本に売ってくれなかったのはずるいよな。同盟国なんだから。そこら譲ってくれよな。そうだよ。アメリカずるいよ。まあまあ、F-35 ライトニング2は導入できるんだからいいじゃないか。
でもロシアや中国も同じような第5世代戦闘機を生産してるんでしょ？ F-35 ライトニングがすごく性能が高くても、敵対国も持ってるんじゃあんまり優位は取れてないね。それがそうとも言えないよ。ロシアのスホイ57は2028年までに量産機が78機程度の生産予定。中国の J-20 も2019年末時点で50機ほどの生産数で、こちらに関しては自国生産のエンジン開発が難航していて、そこまで脅威を感じるほどではないんじゃないかな。それに加えて、レーダーの反射断面積は、F-35 ライトニングが全方向からこれを、最小限に止めているんだけど、スホイ57、J-20 は進行方向のみの限定的な性能だと言われていて、どちらの方が優位性が高いかと言われると、考えるまでもないよね。それで中国の戦闘機数の増加に頭を悩ませてる台湾も、F-35 ライトニングを調達できるようにアメリカに要望を出してるんだけど、台湾には最新兵器を輸出しないとアメリカは固くなに拒んでるんだ。中国が戦闘機の数を増やせば増やすほど台湾が手がけじゃないな。近くの国でもあんまり仲がよろしくないからな。アメリカさん、どうか台湾にも F-35 を下ろしてあげて。でもね、他国の戦闘機に対して圧倒的に性能で勝る F-35 ライトニング2なんだけど、兵器として運用していくのに問題点も発生しているんだよ。あ、わかったよ。お金の問題だね。正解。今日は冴えてるね。F-35 ライトニング戦闘機の最大の特徴でもあり最大の強みのステルス性能を維持するためのメンテナンス費用なんだよね。アメリカ軍の場合でも1時間飛行させるのに380万円もの費用がかかってるんだ。さらに言うなら、複数の開発参加国にまたがる、整備や修理に必要な部品の安定供給の問題もある。特に搭載されている強力なエンジンの消耗は重大な整備になり、これも莫大なコストと時間がかかるんだ。このような戦闘機の管理維持システムのアリスは深刻な不具合から、オーディンというシステムに切り替えられたんだけど、これも順調とは言えなくて、アメリカ軍が本来求めるレベルには達していないというのが現状なんだよね。当初アメリカ軍は最大で F-35 ライトニングの A 型を1700機調達する計画を進めていたんだけど、ここまで説明した問題が解決に至らずに、先代の F-16 戦闘機からのスムーズな切り替えがうまくいっていないという話も出ているんだよ。関係者の中には別の機体を調達した方が良いのではという意見も出ているようなんだ。実際、事態を重く見たアメリカ議会の戦術航空陸上部隊委員会では、これらの問題がクリアできてコスト面でも当初の通りに改善されない限り、別の戦闘機購入も検討するべきという見解も示してるんだ。今後のアメリカの動きが注目されるところだね。どれだけ性能が良い戦闘機を開発しても、なかなかうまくいかないもんだな。軍事費に関してはどの国も頭を抱える問題だね。少しでも早く問題の解決を願うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれて、ありがとう。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 